はいどうも、 PF 先発作りたいミストです。はい、本日はですね、花丸高校初見プレイやっていきたいと思います。今回使用するデッキはこちら、アイラ、キングアーサー、ドーエ、アメザキ、マモール、フッキーということでですね、こちら、球速172キロで、二次特新鉄仮面、新怪盗、新怪物球威が取れる編成となっております。まあ、試しにね、彼女キャラなしで、球速変化キャラ多めかな。球速変化が4枚で、スタミナも地味に3枚あるということでですね、まあもうゴリゴリのデッキパーでいけたらいいかなと思っております。うん、まあ、一旦選手権は6体でやってみて、ちょっと体力管理きつそうだなって思ったらね、彼女キャラ入りもね、試してみたいかなと思っております。で、マネキカロバー初期値は、まあ、急速だけいい感じですね。やっていきましょう。さあ、完全初見プレイなのでですね、ちょっとおぼつかない点もあると思うんですけども、はい、よろしくお願いします。はい、練習改革もしっかりと活かしていきますよ。うん、急速骨欲しいね。さあ、システム自体は、まだ始まらないと。うわ、強。それ、後で来てよ、マジで。はい。いやー、いきなり爆弾。ちょっと不吉ですね。さあ、始まりました。ちょっと聞いてこうかな。先ほどのね、動画で一応予習済みなんですけども。大丈夫かな？まあ、多分、言ってることはね、同じだと思うんで、いっか。とりあえずね、やっていかないと、実際にやんないとね、わかんないと思うんで。はい。こんな感じですね。はい。山札が79枚、スクラップが7スタートということでね、配置図とかあるんだ。なるほどね。ちょっと、頑張って順応させていこう。ここはメンタルがありがたいんだけど。なんかいきなりまあまあ強くない？いきなりまあまあ強くない？だこれ、役ができないですね、メンタル行くと。96。フラッシュとかをね、狙っていきたいんですよね。ここ行くと、ストレートはできそうだが。どうしよう、これ。でも体力的にメンタルだよな。一旦メンタル行きましょうか。役だけちょっと、出来役だけ確認しましょうか。あれ、ここで見えられないのかな？出来役メモっとけばよかったかなー、これ。あ、てか、ここか？あ、ここ育成のこっちだよな。あれ？ちょっと待って、出来役見れないの？ちょっとぐだって申し訳ないんですが、見れないっぽいかなー。まあいいや、ちょっと頑張ってやっていこう。これは、あ、ここに見れるのか。ああ、よかったよかった。なるほどね。ペア。一旦ここは、ペアが発動するみたいですね。で、あと、ハイナンバーも発動してるっぽいね。なるほど、なるほど。いや、これ面白いな。いや、めちゃくちゃあるね。普通にめちゃくちゃあるわ。何ができてるのか。あんまし分かってないけど。ここ早めに行っちゃっていいのかな？まあ、体力キープの面でも、ちょっと言っちゃおうか。はい。体力上がるのはありがたいですね。はい。あー、なるほどね。そういう感じか。ちょっと配置。これ結構考えますね。普通に考えるわ。普通に考える37とかね、めちゃくちゃ、コントロール練習では狙いたい感じですね。まあ、スタミナ練習が一番適性としては高いんですけど、どうしよっかな。球速とコントロールいきたいけど微妙なんだよな。まあ、ちょっとじゃあここアーサーにしてみようかな。はい。で、ここか。ずれちゃってるね。メンタルは微妙と。フラッシュは狙えるか。フラッシュは狙える感じになってると。そし
ったら球速いってみようかな。これ体力キープきついね。まあカロバーとかガンガン使っていきたいと思います。はい、ちょっとでも強い練習来てると、ああもうすでにこことか強いけどね。たら渋いな。ちょっとここ行きつつ、あれだね、あれだわ、ストレートを狙っていこうかな。カロバー使っちゃおう。はいはいはい、そっか、ネクストのあれとかも逆算できるのか。いやこれちょっと思ったよりも考えるぞ。金徳の取得条件とかも見ていかなきゃいけないんだよね。で、ここヒーローごっこで敏捷かな。あ、違うわ、違うのか。じゃあ上でよかったかもしんないな。さあ、1なので、うん、ここやっぱフラッシュで経験点めっちゃ入りますね。ここキャラいてほしかったな。もうこれもはやね、キャラいなくてもヒーローがいるだけでいい説もありますね。ちょっとここは取っていこうかな。ヒーローもいるしね。メンタルがちょっと渋いんだよね。ネクスト見ようか。ネクスト4か。4と、あ、でも、ネクストで取っちゃってもいいな。ただメンタル、いっとこう。ガラクタ。何も発動しないとガラクタになるわけですね。ただ回復が入ったな。これはなんでだろう。これも、ガラクタの使用かな。さあ回復ベントが被っていく。じゃあさっきの練習休息でよかったって言ってですね。あー強いな。で、なんとなく、なんとなく分かってきた。次赤の3か。赤の3、あ、ここがあれだね、ストレートになるね。一旦じゃあここ休息かな。ヒーローも踏んでいきたいんだけどな。あ、でもここもいいな。ここもあれだね、3カード狙えるね。で、イエローブラックもいると。こういっとこうかな。このイベントも、このイベントは何でしょうか。回復があるっぽいですね。どうしようかな。何が足りないかもちょっと今分かってないからな。技術、あ、まあ、無難に全経験点取ろうかな。よし。いやー、回復ベントめっちゃって強いんですよね、知らせちゃん。ここが、ストレートと。なるほどね。コントロールは出来役あるのかな？特に、あ、色がバラ、あ、バラバラもあるのか。トリコロール。なるほどね。プレミアム、次プレミアムになりますね。うわーこれちょっとさ、めちゃめちゃ考えること多いね。やはり、ここはちょっと取っておきたいな。いや待って、めっちゃ面白いわめっちゃ面白いな。コントロールいくわ。トリコロールで、これ回復も入るんだよね。あ、怖いやつで。さあ、で、ネクストが3と。よっ。で、これが、ここにプレミアムがあるということで、8。よっ。おぉ。ここはちょっとストレートでいこうかな。雨崎がタイピ、重い球取ろうかな。スタミナちょっと上げましょうか。いきましょう。普通にあんまし考えなくても勝手に役できてますね。タイピン、イベント見ながらで申し訳ないんですが、下ですね。
上だとイベント切れちゃいますよ。どうべさん。で、次が3と。よっ。ここでも取っておきたいよな。533。ペアか。フラッシュ。なるほどね。一旦ちょっとメンタルでいいかな。メンタルで様子見ようかな。大金潰しといて。リリースも取っておきましょうか。これ。でもそっか。3が、体力プラス50と不眠症か。でもここもありだ。いやー、でも、今すぐ発動させたいもんね。一旦メンタル行ってこうか。はい。コツが欲しかったけど。はい。ふわふわな状態で2500点出てますね。いや、これはやばい気配しかしない。で、ネクストが4ですね。お、4ってことは？ここが？いや、強い。すげえな。やる気がちょっと惜しかったけどな。なんか、やっぱりあれですね。3カードは強いね。37になったらどうなっちゃうのか、非常に楽しみでございますが。ちょっと変化球は今回控えめにいきたいと思います。よし。3カード。はい、回復も入って回復も入ると。早いな。伸び骨欲しいんだよね。で、ネクストが3。次、プレミアムっすね。プレミアムどうにかして、生かしたいな。3だと？フラッシュか。まあ、ここでまた3カード狙える感じにできるな。で、ここも無難にフラッシュが発動すると。体力キープするなら、メンタルでもいいんだけどな。ヒーローもいるしな。あ、でもここレッドとピンクがいるか。レッドピンクいるならスタミナいっちゃおうかな。スタミナは直上げ C までにしておこうかなと思います。まあ、スナイパーいなくて精神ポイントきついかなって思ったんですけど、意外といけますね。よし。練習改革も地味に強い。投球スタイル。回復強い。胴上が成功だが、ちょっと早いなぁ。街道が、やばいですね。で、次、プレミアム。プレミアムだってこれだら、使いづらいなぁ、これ。スナイパーの8でしょ。あんましーな気がする。まあ、普通に強いんですけど。これはペアですね。ペア。まあ、ここ行くしかないか。ちょっともったいない。ペアとバラバラが発動してるかな。はい。ということで。じゃ、精神これ、余りますな。精神、余りますな。根性とか直で取っちゃおうかな。ちょっとさばけないですね。打たれとかも取っていい気がするんだよな。同意がどうせびっくりするだろうしね。これでじゃあ行っちゃいましょう。ちょっともうちょっと生かしたかったけどね。OK。お、減点投球。で、これは、プレミアム練習でゲットという感じですね。了解いたしました。覚えておきましょう。あれ、高校イベントがわかんねえ。高校イベントがわかんねえ問題発生しました。5ですね。5ね。普通に強い。ここもフラッシュでいいかな。ここもいいんですけど、ここヒーローいるからね。ちょっと待って、街道を取るのが、街道を取るのが雨崎くんだっけ。いや、違うな。怪物球取るのが雨崎くんか。
待って、しらせちゃんが暴走すると私はカイドウが被るということになってしまうんだよな。ちょっと控えめに行きたいな。コツ欲しい。これこの高校あれっすね、コツ取るのが厳しいパティーンですね。おそらく経験点は出るけどコツ取るのが渋いというふうに思えてきました。よし、最初ちょっと手こずったけどだんだん分かってきましたね。これはなんか回復しそうな、あーこれあれじゃん、もうカイドウリーチじゃん。くそー、もうこれ取るしかねえじゃん。やられましたね。うわー、ちょっと待って。ネクストが1。プレミアムではないから、うん。あの5はちょっと使いやすそうだぞ。うわー、激痛。激痛だけど。しゃあない。制圧も取っちゃおう。1となると、奇数。ペア。まあ、イエローブラックがいるから、ここでいいかな。てか、守るまだ評価上がってない。受けるな。うん。ここはちょっとメンタルで。うわーこれか。てか、イベント早いな。速さでで、成功すればカイドウをみなぎる活力。失敗でカイドウだけって感じですね。これ急速ないから、ミスりそうだな。行こう。OK。ナイス。で、アース上がり1と。イベントは、走りってますね、今のところは。で、7。7、ちょっとあれだな。3カード狙いたいね。で、対応してるか。あー、なるほどね。はいはいはい。いやー、3カードできるとこないな。まあ、ここで無難にフラッシュか？まあ、ここもフラッシュ狙えるけどね。6短期か。カンチャンの6か。ただ次が1。で、5。1と5が控えてる。7、1、5。って考えると、ここ置いたとしても、6が来ないといけないんだよね。いやー、考えることが多いな。6がめっちゃ欲しい。シャッフルしてーな。山札シャッフルもあるよね。確か。あ、0だね。山札シャッフル使えたらめちゃくちゃ美味しい。そろそろこの辺を駆使していきたいんだが、これ中盤まで貯めた方がいいよな。イベキャラの評価が上がるとか。これここで何を使うかがめちゃくちゃ難しい。スクラップは多分セクサーあたりから連打した方がいいと思うんだよな。ネクストは3。いや、めっちゃむずいな。一つの練習場所のカードすべて破壊。どうしようかな。何か使おうかな。プレミアムある状態で捨てちゃうのもったいないよな。とりあえず積算まで温存っていう形でやってみようかな。はい。この立ち回りが合ってるのかわからんけど。で、アメザキが意気揚々ゲット。で、1。1は強くないんだよね。あー、ここが無難にいい感じですね。次が5なんだよな。なるほど。ちょっとメンタルいきます。んで、プレミアムの5。ペアだけなんだよね。ここもペアと。守るの評価上げてえな。ここプレミアムで固めたいってのもあるよな。
すべてプレミアム。うん。この、これ多分役の達成回数っていうのも、金徳に関わると思うんだよね。一応、ハイナンバーも狙えるということで、ここに置くのも、まあ、ありだな。で、ここはストレートが狙えると。いやー、難しい。とにもかくにも、急速行くのはちょっと、急速コントロール行くのはちょっともったいない気がしますね。プレミアムをちょっと狙いに行こうかな。ここはね。あー、でもな。いや、めっちゃ変化行きたいけど。めっちゃ変化行きたいんだけど、変化にしとこうかな。いや、ちょっとの経験でならスタミナ行こう。ここで一旦プレミアム染めを完成させたいと思います。中吉で回避して、ネクストゼロか。結構バラバラになっちゃうかな、これは。ヒーローが、ここはちょっと残したい。530。これだとあれだね。何もできないね。いやー、難しいな。ちょっとシャッフルかな、さす。あ、でも、プレミアム来てんのか。いやー、これどうしよう。得意練習率アップで練習場所をシャッフル。いやー、これ、めちゃめちゃ、難しい。ゼロがちょっとなー、これもう使っちゃおっかなー。さすがに役なしは今、きついので、使ってみようと思います。はい。で、スクラップ5個目。お！青の1はこれ。メンタルじゃない？来ましたね。3カードで、これストレートフラッシュみたいな感じですよね。うん。まあ、ここはストレートフラッシュを無難に取っていこうかな。いや、普通に考えることめちゃくちゃ多いわ。得で経験点さばいて OK。 回復がかぶってしまいましたと。うわー、とりあえずあれだね、デッキに入ってるキャラを選ぼうか。しらせちゃん、よし。でゼロか。ゼロがね、今んとこ使いづらいんだよね。これも使っちゃおうかな。うん。この5枚捨て。捨てるイコールさっきスクラップ増えたよね。うん。5枚引き、スクラップが5個増えました。あ、でもそっか、山札がそっか減っちゃうのか、これやると。あー、いろいろ分かってきましたね。いや、3か。3は使い道がありそう。うん。これは、適性がめっちゃありますね。あ、まあ、変化部なんだけど、バラバラしちゃおうか。ちょ、守るの評価上げたいわ。トリコロール、ちょっと爆弾の爆発が怖いけど。アメザキくんが、アメザキくんが、ですね、上が怪物級ですね。よし。うわー、いや穴場でしょ。いや行くでしょ。あなんかマイナス特殊力つかなくてよかったっすね。さあ、二次特かぶりは回避して構成で3か。3、
やっぱシャッフルしちゃうとプレミアムは消えちゃうので、ここも臨機応変に考えていきたいですね。役もね、多分いっぱい作んなきゃダメなんだよな。37、ハイナンバー、ローナンバー、プレミアム。ここだけだね、あと。で、ペア。ペア。うん。ストレート。あ、ただこうヒーローが3人いる。なるほどね。変化いっとこうかな。こんだけ脳死でやってっていいのかな。ペアでガンガンとか。どういう立ち回りが正しいかわかんないっすね。まあでもここ急速ブルーもいるしな。普通にペアで行っちゃおうか。基礎骨が欲しいでござる。カット、パームで、一旦今回は様子見ます。はい。で、アイラが走ります。どっちだっけ。最初が上だよね。で、次が下だね。さあ、ゼロ。ゼロが使いづらいなぁ。個人的に。悩ましいね。ヒーローは踏みながら行きたい。でもこれ臨床ポイント稼ぐの、これ守備練習うまく使わないとやばいっすね。ここもスクラップ使うか、使っちゃった方がいい気がすんな。あんましだもんね。これしか使ってないけどな。山田大丈夫だよな、多分。お、4か。4はいいんじゃない？うん、ストレートフラッシュ狙えるね。ここ思ってたけど、ここはちょっとね、これは最後の爆発手段と思ってるんで、普通に変化いこうかな。で、次も4か。ここストレートフラッシュ次なるね。変化44で。割とカード毎ターン使ってても、スクラップ減らないね。で、セクに7000点と。で、ネクスト4なので、まあ変化強いのは分かってたけど、もうちょっと激しいのは欲しかったな。ここがストレートか。これ見るとコントロールの方が良さげに見えちゃうな。ただヒーローなしか。体力がきついと。ストレートだけなんですけども、技術精神で、コツもあると、監督評価もこれあれなんだよね。6月1週の試合にめちゃくちゃ影響するので、上げておきたいよな。で、普通に試合負けで終わりとか全然、ヒカルさん生放送見る限りありそうだったからな。ちょっとカローバー使っちゃって、行こう。急速コツください。得票かけるのこれしんどいな。切れか。はい。お、で、バレンタインでこれね、やる気が下がるともらえるっていう、めちゃくちゃいい子。これも全然スクラップ使っちゃってっていいな。うん。で、こっからはガンガン意識していこう。いや、強いな。これトリプルだもんな。トリプルは行きたいな。トリプルはこれ練習倍系のやつない？ないか。え、待って、これ練習倍系。引き出したいな。一つ練習は山田が一枚配置。四が強いかな。いや、ここで練習経験点引けないか。うわー、これ、ここだったでしょう。8だったっけ？ 9 だったっけな？練習経験点あげるやつ。あれがめっちゃ惜しかったな。
ということで、特に今使うものはないかな。温存しすぎてもあれな気がするから、なんか打つか。待てよ。これって発動したらどうなるんだろうな。使ってもカード、使ったらカード消えるんだっけな。だとしたら、3が繰り上がって、これあれなんだよね、3カードになるんだよね。ちょっとそこも検証してみよう。はい。あ！これだわ。こういう感じのプレイングもできると。いやー、そうだよね。3カードになった方が強いよね、それは。いやー、分かってきました、なんとなく。そして精神が余る。で、敏将をどうやって稼ごうか、悩んでおります。カチュンとか取っていいよ。この練習はもっと強くできたな。奪三振。球速骨は全然くれないですね。で、ここ体力きついな。ちょっと回復入れたいですね。手札を添えて紫に改造。一応体力プラス50はありますと。4。なるほど。まあ、回復して変化かな。プレミアム早く作りたいね。はい。で、意外と山札さ、少ないんだよね。39枚でしょ。ちょっと怖いな。スリーカードフラッシュ。技術が現状足りてないな。さあ、これ怪物系をゲットしていく。さあ、金徳がめちゃくちゃ走っていきますと。はい。ちょっと待って、マジ、敏将を稼がないと。次、アイラリーチなんだよな。やばい、被るわ。やばい。急遽敏将が必要になってしまった。ネクストが1。で、プレミアムがまだできてないと。このカードをネクストと入れ替える。手札、紫、手札。そうだなぁ。まあ、無難にここメンタルいっとこうかな。一旦ね。お、これで。やばいなぁ、ちょっと待って。敏将13。ここ稼ぎたいね、頑張って。はい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 。5でしょ。うわー、ここ、あー、でも敏将足りんな。敏将どうしよう問題が半端ないな。まあ普通に急速いきましょうかね。スクラップさん、まあ特に今打つものないな。ガンガン使ってっていいな。うわ、危ねえ。ちょっとこれは通したいな。通したい。オッケー、ナイス。で、6。6、3、2か。強いけど。なあ、敏将もうちょっとなんだけどな。敏将もうちょっとなんだよな。いや、もうアイラ来ちゃうでしょ、これ。どうしよう。今使うものはないかな。
プレミアムも作れないか。いや、金徳カブルーどうしよう。まあ、一旦趣味だな。アイラ、ちょっと待ってくれ。そして、敏捷くれ。うわ、危ねえ。多分、4月1週は、固定イベントあるでしょう。で、ここに守備練習が、うん、そうだね。また。あれなんだけど、どう。これちょっと、やっとこうか。監督もいるし、レッドもいるしね。切れ骨取って大丈夫か ?16 入る。25。大丈夫そうだね。頼む。アイラ、もう一旦だけ待ってくれ。もう一旦だけ。なんか使うものあるか?なるほど。4とか、なんか使っとこうかな。外の練習場所、山中一番配置。何が残ってるかもね、わからないんだよね。例えばだから、うん、コントロールとかに置いてリーチにしておきたいってのもありますよね。ちょっと余裕あるし、使っちゃおうか。これを見るにコントロールですね。あれ、これってランダム?ランダムっぽいな。ただ、行ってみようかな。お!悪くはないね。で、守備。スリカのフラッシュ。サイラ耐えろ!よし!なんとか、虹徳かぶりは回避。これ、敏捷稼ぐのが大変っていうのを覚えておこう。で、プレミアムが4か。4か。くー、4微妙だな。カードの効果も強くなってると。3なので、ストレート。ここなぁ。もうちょっとうまくやりたいんだけどなぁ。ペアだもんなぁ。ストレート。配置図が。なるほどね。これ、配置しちゃったらどうなるんだろう。山田31枚。いやー、どうしよっかね。ここはまあメンタルでいっか。プレミアムの番号が渋いんだよね。急速攻作れない。やる気が下がって22459。うん、9がね、あれだね、タック重なった時に欲しいね。ストレート、うん、やる気も上げたいところだけど、ここはまあメンタルでいいかな。多分金徳がこのままだと欠けちゃう気がする。よし、やめろ。危ねえ。やる気きついな。やる気落とされるのきついね。手札を全て紫に改造。あ、これありだね。すれば、ここがバラバラになるから、最低限。それやってもいいな。これ使います。
でもって、ミックスと入れ替えもある。いや、入れ替えてもなーって感じですね。普通にフラッシュでいいかな。遊びてえなー、ここ。遊んでも一応、スクラップが増えるってのあるんだよね。遊ぼっかなー。技術が圧倒的に足りないね。監督ワンチャンやる気上がってくんないかな。お、ジャスイート取れた。お、急速攻です。なるほどね。ああ、フラッシュを何度か達成しか。オッケーオッケー。フラッシュの達成数が大事と。で、ここだよな。ここ次行きたいし、うん、ここ一旦遊ぼうかな。で、そうだな。2が欲しかったね。ワンチャンネクスト入れ替えも駆使したいな。遊んじゃっていいかな。僕、遊んでもいいかな。めちゃめちゃ紫。技術が足りねえ。ちょっと遊んでみよう。タイラが来ますと。危ない。青が全然ないんだけど。やっぱこれ、バウンサーもうちょっと増やしたいっすね。デッキ編成で。スタミナタック。まあ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 。これなら行ってもいいかな。行こうか。来たとしてもそんな強くないもんね。プレミアム作っておきましょうか。マジで、技術が足りん。こっから、どうにかなるのか。ど根性。尻上がりも取っちゃおうかな。もうかかん。ジャストフィットは重たいですね。何点入る ?240。ああ、これでまあ一応大丈夫か。よし。バラバラプレミアム。あ、プレミアム作ってもヒントくらいはないのか。1万1600点と。まあ、2万点は目指せそうかな。で、5958に。5958にか。練習レベルアップと、場所シャッフル、練習効果。練習レベルアップとか使っちゃっていいよね。なるほど。これはもうガンガン使っちゃおう。まあ、急速だね。で、こう、練習場所シャッフル。練習場シャッフル使うか?ちょっと使ってみようかな。スクラップ全然余裕あるな。もうちょっとガンガン使っていくべきでしたね。あと、シャッフルが、これは裏目に出たかな。いや、出てねえわ。戦火トリプルになりましたね。これはもう、練習効果ぶちかましましょう。ロボ練習効果アップ。待って、ロボ練習効果アップってあれか?右についてる、この数字のことかな?ぽいな。あれ、そういうこと？ちょっと試しに使ってみようかな。まあ、こういうところをね、検証していかないとですもんね。多分右の数字だと思うんだよな。ちょっと使ってみます。
そんなことはなかったわ。いや、全然練習効果アップでしたね。え、これどういう反映のされ方？え、難しいな。え、どういう割合なんだろう。倍率がちょっとよくわかんないですね。変化77で。急、筋力精神尖りすぎだ、マジで。よし。で、53692。これガンガン使ってきた。6月4週だっけな。ガンガン使っていきたい。体力プラス50。紫に会場。練習、締め通しシャッフル。なるほどね。練習効果アップかな。あ、じゃねえや。シャッフル使っていこう。で、これも、まあ、技術を稼ぎたいのでコントロールかな。ポンコツマジで欲しいな。バウンサーのキャラを1体増やそう。そこは分かった。そこはマジ大事だわ。ベアトリコロール。ディレイダーム。これであと1個か。脅威の蹴り味。あ、あと2個だわ。脅威の蹴り味と勝利の星があるわ。で、69094。プレミアムが次溜まると。スタミナダブル。3カードだけど、そんなにぶっ飛んで強くなるわけじゃないんだよね。これコントロール条件がマジできつい。まあ、守備行くしかないかな。ナックルカーブでも取っといて、行きましょう。体力回復で、ネクストキュレ、お、この4はありがたいね。ロボ経験ってアップ1つの練習、メモが1枚配置。いやー強い。これは練習効果ぶちかましたいね。重複は多分しないよね。で、4本使っちゃおうかな。強いですね。何も役はできないんだよな。何かを配置したい。メンタル。何か置きましょうか。これって重複はしないよね。多分重複しないと思うんだよな。これ仮に、あ、そっか、休息と守備には置けなくなってんのか。変化に置こう。お、緑の6。よし。で、
さばけねえ。海岸しちゃおっかな。海岸一発かましてみようか。200、200、100でいくか。変化はちょっと捨てます。はい、精密界、新精密界あったら強かった。消しに弱いな。行きましょう最後まで。まあ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 、よく使わないやつね。これでまあ触れないかな。で急速骨もらえばなんとかなると。ガラクタン、玉落ちか。あれ、お前玉落ち持ってたっけ。あれ、守りで玉落ち持ってたか。なんか久々に使ってえってなったわ今。体力回復もしちゃっていいでしょう。で練習場所シャッフルがワンチャン。か、守備。まあ今は使わなくてもいいか。ここでちょっと敏捷とかを稼いでいこうかな。玉持ちはありがたいね。敏捷稼がないと。新鉄仮面が取れないんだよな。他に撃つものは特にないか。よし、ここです。で、これだよな。これがサクッとでできないって、サクッとじゃない、ピンチャンだ、できないんだよね。なんとかまとまってきたけど、まだまだ技術がきついって感じですね。行こう。さあ頼むよ。押さえてくれよ。8、9回。終わんねー。ヒーロー強いよ。うち無双。よし、さあなんとか幸せは回避しましたね。オッケー。勝利、お、ここで勝利の押しか。オッケー、把握しました。で結構やっぱスクラップ手札ガンガン使うとなくなっちゃいますね。でこのプレミアムは生かしていきたい。お、ストレート、あー美味しいけどな。まあ一応雨崎がいるから技術入るか。もう技術入れたいから、あーここでもいいけどね。まあもうここしかないな。んで、え、待って、え、お前なんか強くなってない？あ、え、そういうこと？え、待って、主人公の能力に依存するってそういうこと？お前どんどん強くなっていくパターンか。なるほど、これも多分原作再現されてんだろうな。それは熱い。その演出は熱い。意気揚々エピローグでコツもらえるんだよね。躍動もな。敏捷がちょっとまだ不安なんだよね。OK。あと、脅威の切れ味。おお、取れた。金徳全部取れましたね。これが、ストレートか。あ、オッケー、分かってきた。ストレートとフラッシュ何回かやればいいのか。全部の役を無理して作んなくてもいいのね。スクラップが17。回復はガンガンしていきたいな。3。3か5が使えるが、あー、結構今スカスカだな。スカスカですね。3はもう回復に使いたいな。で、まあ、練習場所シャッフル。シャッフルも使っちゃおっかな。確か多分6月4、7月4週までかな。
使えるのが。まだ大丈夫だと思うんだよな。いや、まだ11枚か。でも結構やっぱ、切り良くなるな。で、今回練習渋いんだよね。タックゼロなんで、いっちゃおう。で、ネクスト5がワンチャン。よし。入れ替えが、あー、いいんじゃない？で、ストレートも狙えるね。ストレートにする。でも、これだけで十分強いしな。これでいっか。うん。OK。頑張って技術稼ごう。で、復活4周。山田8枚。使ったね。これゼロはもう使えんな。ちょっと練習場所の可能すべて測る。7、3、7な。3、7仕組むのめちゃめちゃむずいな。あー、いいタック来ましたが、もう変化はいらないんだよな。練習効果使う？これ。6だ。スクラップ7になっちゃうな。ただどうせこれ次な、あ、でもネクストがあんのか。くぅ。4まで上げて。技術入るしな。使っちゃおっかな。使っちゃおうか。技術入れたいね。やべ、スクラップがなくなってきた。OK, OK, OK. 変化735。海岸行っちゃおっか。ちょっとあれだな。あ、そうか。待って、各集客あるの投資サクセス久々すぎて忘れてた。そうじゃん、各集客あるやん。待って、俺、かなりの得のさ、あれだな、やっちゃったな、緊急当番とか内閣とか、取んなくてよかったな。内閣はまあよかったけど。くそー、そうだよ。格があったじゃないか。格4は、3でいっか。精神大丈夫か。いやー、ちょっと待って、精神大丈夫はないかもしんない。835、急速骨狙いでいきます。あ、うわ、そっか、順応か。やべ、ちょっと精神使いすぎたな。あ、で、6月4週までなんだ。なるほど。いや、そこもちょっとあれだったね。見誤ったな。コントロール条件がきつい。うん。まあ、サクッといきましょうか。はい。そしたらもうこれもタック祈りか。タック祈るしかないのか。ちょっと精神使いすぎたのがちょっと今めちゃくちゃ後悔してる。コントロール上下ワンチャンいけたやん。変化。まあ変化上げて中継ぎにするっていう感じになっちゃうかな。はい。で、おー、スタミナよく来るね。それはありがたい。で、これでスタミナ上限突破かな。よし。101と。頑張ればコントロール上限いけるっていう感じですね。いきましょう。よし。試合経験点さすがに高いっすね。さあ、タックは踏んでゆく
か。ここ休むでいいかな。いやー、絶妙だな。絶妙なポイントになってしまった。ピンショも欲しいね。うわー、マジ。うわー、足りねえじゃん。課題しかねえ、このサクセス。ちょっと休むだな、一旦。タック渋かったら、ピンショを取りたい。くっそ強。くっそ強。なぜそれが今来る？いや、305か。これはいくね。まあ、球速上限はいけましたね、これで。まあ、勝利の星ももらってるんで、ガンガン攻めていきますよ。これでいこうか。いや、ちょっと、花丸高校、守備やばくないですか？ショートゴロ普通に取れないんですけど。やばいわ、これ。守備がザルっていう意味でやばいですね。さあ、球速タックに恵まれてる。球速タックにめちゃくちゃで恵まれてる。コンコツが欲しいんだけどな。打たれ。まあ、1個取っといて。いやー、最後、敏捷取んないとな。意気揚々。投打躍動が取れないっすね。いきます。さあ、勝てました。あっと、変化が溢れた。コンコツか。精神ポイント欲しい。あー、同へいる。朝かまあ、これはコンコツ狙おっかな。待って、これさ。なんでこれ、主人公、金徳がみんなに入るんだろうね。このシステムがいまいち理解できてないんですけど。まあさすがに変化だよな。打たれのこの精神40ポイントがきついな。逃げ玉も取りたいけど、そこまではちょっと行ってらんないかな。で、敏捷は捨てルシからエピローグに一応ね、手応えのコツもらえるんですけど、投打躍動を取れないのはちょっときついね。どうしようかな。変化使うやつなんかないかな。まあ変化ちょっ、あ、77にしてもいいんだけどね。ちゃおうか。困ったらします。コンコツ頼む。どえ、よし、どえ。なぜだ、なぜなんだ。やる気下がったし、172キロは達成ですね。コントロール上限無理かな。そこだけ悔しいな。いきます。無操作で終わったんだけど。決勝だけなぜかイージーに勝てましたね。どうだろうな、2万点はいったかな。もうだいぶプレイングガバガバだったからな。ここは中継ぎでいきます。で、ピロー遅れってこと、56オール強っ。はい。2万920点と。まあ、このガバガバプレイングで2万点超えるんで、まあ、だいぶ強いかなと思います。山浦もね、結構残しちゃったし、6月4週で終わることわかんなかったしね、もっと序盤から使っていくべきでしたね。はい。で、金徳も全部取れたので、まあそこは良かったのかなと思います。行くかな？届くかな？あ、行きそう。あ、ギリギリ行ったけど、これ何も取れないでしょ。うわ、勢いよ、取れんか。あとちょっとだけど、まあ、だったら躍動取ろうか。これ第二変化も取れない。あ、ツーシームが取れる。これギリギリだな。じゃあ、こうしようか。
これ、まあ、多分査定的にね、こうした方がいいんですよね。意気揚々が取れなかったのはちょっともったいなかったけど、まあ、ちょうどツーシームぴったり取れたから、いっか。はい、こんな感じです。変化777、172キロ、コース101、虹徳3つ、金徳モリモリっていう感じでしたね。まあ、海岸もいらなかったし、ちょっと角にね、変に振っちゃったのも良くなかったですね。どんな感じだろう。1100点余り。はい。はい、PG4 ということで、まあ、これでもね、PG4 いってますね。これはちょっとね、やり込み要素めちゃくちゃあると思うので、はい。次からはね、高い選手ランク目指していけるように頑張りたいと思います。プレイングがガバガバすぎたね。はい、といった感じで、まあ、初見プレイこのデッキでやってみたんですけど、このデッキ、結構良かったですね、ちょっと。うん。普通に、急速骨ダブルで狙える、根骨あるみたいな感じで、はい。なかなか使いやすいのかなと思います。バンサーを一枠増やしてもいいかなっていう感じですね。はい、どこかに。うん。まあ、いろんなデッキ編成あると思うのでね。まあ、そこは研究していきたいと思います。といった感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では、失礼します。See you!